列車戦隊特急ジャーのソフビに、なんと敵キャラが登場。その名もシャドーラインコレクション。いい名前ですね。まずはシャドーラインコレクション01からシュバルツ将軍。タグに描かれているクライナーもシュバルツ専用クライナーというこだわりようですね。そしてシャドーラインコレクション02クローズ。こっちのタグには量産型のクライナーが描かれてます。8月9日に発売されたのはこの2種類。値段はどちらもこちらのソフビと同じ864円です。にしてもよくできてますね。かっこいい。私は恐竜じゃ以前のソフビについては詳しくないんですけれども、こういう戦隊シリーズの敵キャラがソフビ化されるのは結構珍しいそうです。ではまず02のクローズから見ていきましょう。はい、このクローズ、シャドーラインの戦闘員ですね。まあいわゆる雑魚キャラになるんですけれども、まあ、こういうのが商品化されるとついいっぱい買いたくなっちゃうんですよね。まあ、とりあえず今回は一つしか買ってません。昨年の恐竜ジャーの敵ゾウリマに比べると随分とスタイリッシュで、敵ながらかっこいいですよね。なんというかおしゃれですね。ちょっとギャング風な、なんというか弱そうには見えないですよね。そしてこのソフビよくできてて、劇中のクローズそっくり。クローズの特徴といえば何といってもこの帽子とニヤッと開いた大きな口。これはもう劇中そのままですね。そしてこの大きく立った襟もかっこいいですよね。全身の体型もとってもスタイリッシュで、同時発売のシュバルツに比べるとだいぶ細いですね。というかシュバルツが太い。特急ジャーと比べてもその細さがわかると思います。このくびれがいいですね。ちなみにこのクローズは両腕と腰が動きます。この辺は特急ジャーの稼働と全く同じですね。続いてシャドーラインの幹部シュバルツ。シュバルツといえば何といってもあのバラ、グリッタ城が持っていたハンカチにもあるこのバラのマーク、そしてこういった細かい鎖なんかもしっかりと再現されています。めちゃめちゃ迫力ありますね。特急ジャーのスーツと比べるとだいぶごちゃごちゃしていて情報量が多いですね。やっぱりシュバルツも、顔はとっても似てます。肩から降りている鎖は、前3本だけ塗装されていて、あと後半は省略ですね。なんかもうシャドーラインは後ろ真っ黒でも全然気にならないですね。シュバルツはところどころゴールドが使われているんですけれども、ここと、ここと、ここ。どれも違うゴールドなんですよね。こういうところも差別化していて、とっても、クオリティがよく見えます。ちなみにシュバルツ将軍の稼働は、このように腕と、というか腕だけですね。腰は、動きません。特急ジャーのソフビと並べてみました。やはりウルトラマンと怪獣みたいに、こう敵がいると人形遊びの幅というか遊び方が随分違いますね。今回はシャドーラインコレクションはこの2体だけなんですけれども、ネロ男爵やノア夫人、グリッタ城など、まあ、出る可能性は低いとは思いますけれども、個人的には発売してほしいかなとは思います。もう知ってる方も多いと思いますけれども、敵キャラのソフビだけではなくて、プレミアムバンダイでシュバルツ専用クライナーロボと通常のクライナーロボにするためのパーツとシャドーライン関係のおもちゃの発売が予定されています。まだね、情報は詳しくは載ってないんですけれども、まあ、いずれ情報は解禁されると思います。そのクライナーとシュバルツ専用クライナーロボにはこの2体を並べて飾りたいかなと思いました。ちなみに個人的にはこの2体の中で、クローズが僕は好きですね。これはかっこいいですね。以上、シャドーラインコレクションクローズとシュバルツのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。